はい、どうも、横浜イガサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、それでは今日はね、定石講座ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回ね、質問をしていただいた形になるわけですけども、さあ今回は小目の定石からの形になります。このね、小目に一見高がかりをしまして、この低いハサミ、これ割合出てくること多いのかなと思われる一つのハサミ方になるわけですけども、その時にまあコスみまして、まあコスみはいい手ですね。これ定石知らないと結構ね、あの上に一見飛びで逃げようなんてことでね、打たれるケースもよくあるんですけども、これはつけられるとね、結構白さの形がぴったりつながってしまってですね、これね、まあ、切ろうと思っても逆に切られまして、当たりしても逃げられてね、これはちょっとね、黒さんが困る形なんです。次出ましてもこれ切られてしまうと、当たりのついでもなんかこんな風に打たれるとね、まあ、2目持ってかれてしまって、これは隅の地が結構ね大きいのかなと思いますね。これははい、なのでここでこのようにつけられてしまうとですね、まあかなり黒としては打ちにくいのかなというところで、ここでコスむ手がね、これよく石の形として出てきます。上に逃げつつ白さんの形を切ることができます。これなんで切れるかと言いますと、まあ、白がこのようにね、つながりたいよとさっきと同じようにやってきた場合にはですね、こちらから跳ね出しまして、今度はこう当てた時にね、これがかけ継ぎになっているのがポイントですね。これ出てきてもこのように出まして、これは当然切れませんね。さっきの切る位置にいっちゃうともう取られちゃいますからね。ですからまあ取るぐらいになりますが、これは黒はね、白さんのことを盛り形にして、まあ、かなりね、いい形を作りましたので、これは黒よしということになっております。はい、ということで、まあ、これであれば白もね、すぐは連絡できないので、何か二間開きぐらいで打つ手がよく出てくるわけですけども、その時に黒が三々につけます。はい、これやっぱ三三、隅ね、大きいですね。三三っていうのは非常に、まあ、いい地点ですね。星からでも小目からでも非常にいい地点になるわけですけども、さあ、ここで、跳ね出してきたよと。で、この時に、まあ、どのような定石になりますかということで、今回見ていきたいと思います。さあ、これに対してはですね、まずは切ります。はい、これ非常にね、こう、なんですかね、間違いやすいポイントがありまして、この時に、まあ、白はね、このようにやってきます。これは一つのね、まあ、なんですかね、ちょっとこう、定石の変化図みたいな、裏定石みたいな、そんな形のね、白の打ち方になるわけですけども、さあ、ここでね、ちょっと黒が間違いやすいんですね。ここからの展開が知らないとちょっと打てないんじゃないのかなと。これ一番多い展開はね、やっぱり当ててですね、こんな風に出ていく手、この展開非常に見ること多いんですが、これはですね、取られまして、この時に、ね、黒がちょっとだけ困るわけですね。っていうのも、まあ、なんか隅を G 取られてしまいましたから、黒としてはこれはじゃあ厚みだぞという主張をしてですね、何かこう攻めていきたいわけですよ、白のことをね。ですけども、これって結構ね、覗きから例えばこんな風にね、外に出られていましても、果たして白の方が弱いと言えるのか。黒も十分にこれなんか目がない棒石の形になってしまいますよね。ですからこんな風になるとですね、まあ隅を取られた代償をちょっと得ているとは言えないのかなと思いますね。なのでこの図は黒が失敗ということになります。まあかといってですね、ここでじゃあこの石を強くしようと、あ、ごめんなさい、強くしようとこんな感じで打ちましても、これもやはり今度はね、まあなんか開きとかに回られまして、こんな感じでね、開かれていても、ちょっと黒はなんかこう、まあもちろん取られることはない石なんですけども、どこに地を作るかっていうとちょっと難しい。両方打たれてしまった、隅も辺も打たれてしまって、これもやはり黒が不満ということになってしまうわけですね。ということで、さあここで、まあ実は当たりはいい手なんです。当たりはいい手ですね。これ隅から生きようとしてもね、まあ生きることはできますけど、この生き形はね、ちょっと小さな生き形ですから、まあ、生きることはできるんですが、これは何かコスミぐらい打たれておりましてもね、ちょっと中の黒が浮いてしまって、これもやや、黒としては不満かなということですね。まあ生きた形もそんなに大きくないですからね。はい、ですのでここで、まあ、この当たりはいいんですが、ここでポイントと、はい、いうことになりますね。ここで次の手がしっかり打てれば、これはまあ素晴らしいという手になるわけですけども、さあここでそうですね、ここの形を押さえて決めずにぶつかる手が正解ということになります。この手が定石においてで、非常にね、なんとなくこう二目の頭をゴツンとぶつけてるんで、ちょっと筋が悪そうに見えるんでね、少し思い浮かびにくい筋なんですね、知らないと。で、ここで、まあ、白はつけられたから、まあ、なんかつけにはね、羽とか伸びということで、まあ、なんかこう打ってみたくなるんですけども、これはね、こちらが狙いになるわけです。これでも要は効いてるわけですね、この隅に対して。うん。で、これが逃げようとしても当然取られてしまいますね。なので、この二目が取れれば黒大成功です。はい、ということで、まあ、ぶつかられた時に白としても、まあ、何かこの一目を取るぐらいですね、まあ、こちらから取るとか、はたまた、ここでこちらから取ると、まあ、この辺りはね、どっちもあって難しいところなんですけども、はい、まあそうですね、ここに打つとね、何が難しいって、この石が効いてしまうわけですね。これが先手になるので、まあ
こっちから取りたいなってちょっと思うんですけども、それこれはこれでね、今度まあ後々の話ですけども、逃げてですね、やはりこれもじゃあこっちから押さえたいと思うわけですが、これはコウに強い時にはね、こんな風にね、割り込みからこのように来る手がね、なかなかうるさい手が残ります。はい、まあコウが強いよっていう時なんで、まあ白が例えば抜き合ってここね、まあ我慢かなということになれば、また当たりして、まあこんな風になると非常に黒としてはね、白をぺしゃんこにできるわけですね。はい、なのでまあこちらの押さえをね、頑張ると今度はこういうコウに強くなった時に結構技が出てくるわけですね。なのでまあ白としてもこちらから取ればですね、まあよくできる変化なのかなと思うんですが、まあこの時は跳ねておきまして、まあ、これで定石終了ということになるわけですね。はい、ということでここの形がね、ちょっとこのぶつかりが特に気がつきにくいのかなということですね。まあ最後の手は正直どっちもあると思ってください。これどっちがいいか非常に悩ましいということなんですね。まあ一長一短ってやつですね。はい、なんでこのあたりはまあ局面に応じて、まあ応じてと言ってもどっちを打つかね、ほんと悩ましいんですけどね。はい、まあたださっきみたいなコウがちょっと怖いよなんて方は、まあこちら打っておけば無難な展開なのかなという印象ですね。はい、ということで今回は小目の定石その後ということで、まあ墨つけて跳ね出しを打たれた時に、まあ、これね、ただ定石って、本当に結構部分の互角の図だったりということで、なんか覚えてもこう、そんな意味がないんじゃないかなと、結構言いますよね。定石を覚えて、二目弱くなりみたいな感じでね、言われたりするんですよ。そう、部分的に互角な手を覚えても全局に当てはまらなければ意味がないと。これはもうその通りなんですけど、例えばこういう筋っていうのとか、まあ、先ほど最初に話したこういうね、こういう石を切りながら中央に出たいとき、こうやればもちろん切れるんですけど、やっぱり中央に逃げながら切れるっていうことでね、まあ、こういう手とかですね、こういうエッセンスっていうのはね、必ずいろんな形、序盤だけではなく中盤でも他の定石にも応用が効きますので、こういう石の形をですね、意味を学んでいくっていうのが定石を勉強する一番の醍醐味かなと思います。なので、定石を必ずしも、まあ、覚えたらただ使いたいって思っていいんですよ。で、その使った局面が多分、合わない時って本当にたくさんあるんですよ。ですけども使わないとその長所短所も見えてこないですし、使うから覚えるっていうことがありますんで、私なんかもそうですけど、やっぱ定石を覚えたらまずは使ってみる。で、使う中で失敗するんですよ、絶対に。うん。ですけどもその失敗をするから覚えられるっていうね、プラスに考えてやってもらう方がね、後々結局はこう長期的に見た時には記憶に定着しやすいなんてこともありますから、まあ失敗は本当に恐れずにですね、新しい知識どんどんね使っていただければいいんじゃないかなと。で、そう失敗して覚える、この繰り返しでね、やっていきましょう。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ねいろんな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。まあ、最近ねツイッターで結構囲碁サロンの日常なんかもねつぶやいたりしてることが多いので、ツイッターやってるよなんて方はねツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。